ということで、楽しみにしていた方もいっぱいいらっしゃると思うんですね。今日はこれから1時間たっぷりと灼熱の炎のミニキッチャーのデッキをお連れしたいと思います。そして私は、皆さんと共にショーを楽しみながら司会進行を務めさせていただきます、住友涼子と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、このファイヤータイムダンスというのを皆さんご存知ですか？ご覧になったことある方いらっしゃいます？あ、結構いらっしゃいますね。はい、常連さんでしょうか。ダンサーの追っかけファンだったりするでしょうか。今日初めてこのショーを見に来たという方も、バイエナイルダンスどんなんなんだろうという方も中にはいらっしゃると思いますので、簡単に、事前の知識としてご紹介をさせていただきます。このファイヤーナイフダンスなんですけれども、太平洋の島国サモアという国がございますね。そこの伝統舞踊になります。世界で最も激しく、その反面最も美しく、そして巧妙な巧みな踊りを披露する伝統舞踊になっています。古代のサモア人は木の棒の先端にサメの歯や豚の牙などを昔はその日常的にナイフとして使っていたんですね。そしてもちろん戦いが行われる時は武器としてその木の棒を使っていました。それがだんだんと時代とともに進化をしまして、ナイフの両端に火を布を巻いて火をつけるようになります。そして今ではこれを一本の棒で火をつけ、両端に火をつけ、そのバトンのようにくるくる回しながら踊りを踊るという今のスタイルになっています。さて、このスパリゾートハワイアンズでは1972年7月からポリネシアンショーにこのファイヤーナイフダンスショーを導入しております。手探りの状態から当初は始まりましたけれども、すでに43年という長い期間続けてまいりまして、実は日本の中でも本当に唯一このファイヤーナイフダンスのパフォーマンスを続けて継続して披露をしている場所でもあるんですね。そして現在スパリゾートハワイアンズには4人のメンバーが在籍しております。この4人のメンバーは全て、ファイヤーナイフダンスの世界大会というのが行われているんですけれども、この世界大会に参加を出場するほどの実力派のダンサーたちになっています。今ではですね、フラガールの人気をしのぐほどのとても人気の高い、負けないほどの人気を誇っているファイヤーナイフダンスです。そんなパフォーマンス、ファイヤーナイフダンスなんですけれども、ここで実はですね、今日ショーの前に今後の展開について重大な発表が、今日この場にいる皆さんはラッキーだと思いますよ、重大な発表があります。発表は、ですね、スパリゾートハワイアンズレジャーリゾート事業本部の渡辺淳子本部長にお願いしたいと思います。渡辺本部長、よろしくお願いいたします。アローハー、ハワイアンズの渡辺でございます。今日はこのファイヤーナイフダンスフェス2016に皆様とご来場いただきまして本当にありがとうございます。この場を借りまして、今日は私から一つ新企画を発表させていただきたいというふうに思っております。2016年スパリゾートハワイアンズは日本で初めてプロのファイヤーナイフダンサーズチームを結成いたします。はい、今私が言いましたように、現在は4名のダンサーでほぼソロを中心にした演技を皆様にご覧いただいているんですが、今回ダンサーも倍増いたしまして、チームにするということで、より迫力ある集団での火の踊りグループを今度はご披露できることになると思いますので、ぜひ皆様ご期待いただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。すごく楽しくなりそうですね。そして、渡辺本部長、実は今日その内定した新メンバーも会場に来ているというふうにお伺いしているんですが、ぜひ、皆さん
自己紹介をしていただけますか。はい、わかりました。で、私から、現在内定しております、新しいメンバー3名を紹介したいと思います。まず1人目はスパリゾートハワイアンズに昨年実は入社しました社員でございます、畑野翔。この目指しで今はハワイアンズの施設の、管理業務に携わっております。本人からどうしてもスパイアナイフダンサーになりたいという要望がありまして、今回人事異動をかけて4月からチームに加わる予定です。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして4月から内定しました、新入社員になる予定でございます、松島優也さん。もう一人4月から新入社員として内定しております、松島文也さん。名前を聞いてお題になる通り、双子2人は兄弟ですので、今度はファイヤーナイフダンサーとして兄弟ダンサーが、誕生するということになります。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではね、せっかくなので、3名に一言ずつ挨拶をしていただきたいと思います。では畑野さんからお願いします。皆さんアロハ、畑野翔です。私はまだまだ応募をうまく回せないで、これから頑張っていきますので、応援の方よろしくお願いいたします。はい、では続いて松島優也さんお願いします。どうもアロハ。お客様の笑顔のために精一杯頑張ります。よろしくお願いします。では続いて松島文也さんお願いします。アロハ。現役の4人の先輩を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、皆さんこれからの3人の活躍に期待をしてください。この3名はですね、4月からチームに加わりまして、本格的な練習をチームの一員として始めるわけですけれども、今現在果たしてどのくらいの技術を持っているのかなと、皆さんちょっと見てみたいと思いませんか。ですよね、ですよね、ちょっと見てみたいですよね。ということで、実際すでに社員でいらっしゃる畑野さん、いかがでしょうか。ちょっとやってみ見せていただけませんか。引き続きダンサーの方を募集していると
会場にね訪れた皆さんの中で我こそはとこんなかっこいいモテる職業はないと思われる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひまだまだ募集をしておりますので、ハワイアンズの方までお問い合わせをください。さあ渡辺本部長、今後のファイヤーナイフダンサーズ、これで一気にパワーアップして楽しくなりそうですね。はい、引き続きこのメンバーで、皆様を虜にするような最高のパフォーマンスをお届けすることをお約束します。彼らのこれからの厳しい練習の支えになる、一番の励みになると思います。皆様の温かい拍手と声援でよろしく応援のほどお願いいたします。はい、ありがとうございます。そして実は、今日はもう一つ楽しいお知らせがあります。ぜひ皆さんにこれはお願いでもあるんですけれども、この7名、チームを組んでいくことになるわけですので、やはりあのチーム名というのが必要になってきますね。ですのでこのチーム名を実は皆さんに決めていただきたい。あのすでにお手元に投票用紙お持ちの方いらっしゃいますか？あのまだお持ちでない方は会場内のスタッフに声掛けいただければ投票用紙の方お渡しいたしますので、ぜひお願いいたします。で、このチーム名ですね、候補がすでに3つほど上がっております。投票用紙にも書かれておりますが、まず1番目、炎の中へという意味がありますインブレイズ、これが1番ですね。そしてサモア語で強い踊りを意味するシバオマ、これが2番。そして3番目が炎が入り乱れる様子を表現したファイヤージャンクション。この3つの中から皆さんがこれがチーム前でぴったりじゃないかと思うものを1つだけ選んでもらって、ぜひ投票してください。皆さんと共にチームを盛り上げながらチーム名も決定していきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。そして、ステージ向かってですね、左側の方に投票箱を設置しておりますので、投票した後お帰りの際には本日9時半まで投票箱設置しております。どうぞ投票していってください。お願いいたします。また決定したチーム名の方は後日スパリゾートハワイアンズの館内の各所、そしてホームページ上でも発表をいたします。お楽しみにしていてください。ということでお知らせは以上となります。新メンバーの皆さん、ゲームメンバーの皆さん、ありがとうございました。そして渡辺本部長でした。ありがとうございました。さあそれではパフォーマンスの方に移ってまいりましょう。まずトップバッターはハワイからのスペシャルゲストのパフォーマンスです。1人目、3人のパフォーマーたちがとってもスピーディーな本場のパフォーマンスを見せてくれるわけですけれども、1人目ご紹介いたしましょう。デイビッド・ガレアイ、彼はですね、1999年、2000年、2003年のファイヤーダンス世界大会で3度優勝の経験を持つ元世界チャンピオンです。6歳の頃からファイヤーダンスを、ファイヤーナイフダンスを始めまして、20年以上の経験を持つプロダンサーです。現在、ハワイでは、バイマキナというダンスグループを結成いたしまして、ダンサーの育成や新しいファイヤーナイフダンスの開拓にも力を注いでいます。ファイヤーナイフダンスの第一人者と呼ばれている人です。そして2人目は、バイソン・ハナハのガレア。2015年のファイヤーナイフダンス世界大会において上位6位に残るという経歴を持つ実力派のダンサーです。ハワイではポリネシアカルチャーセンターをはじめとし、さまざまな至る所でイベントをパフォーマーとしてファイヤーナイフダンスを披露しています。そしてファイヤーナイフダンスとサモアの伝統文化をこよなく愛する、実は現役の高校生です。そして3人目、ジェリー・ガレアイ、彼女のお父さんは1人目にご紹介しましたデイビッドさんです。デイビッド・ガレアイを父に持ち、11歳の頃からお父さんよりファイヤーナイフダンスを教えて習ってきました。
そして2014年の世界大会ジュニア部門においては男性に混じって出場をした結果、見事準優勝を獲得するという非常に実力派の現役の女子高生ダンサーですね。でそしてこの世界でもファイアナイフダンサーの女の子の女子のファイアナイフダンサーというのは非常に珍しいんですね。これからの活躍が非常に期待される一人です。